私も手伝います。そうですか。じゃあ私何か美味しいものを料理します。自然と手が動くんです。私ひょっとしたら料亭のお嬢さん、それとも小さい頃から家族のみんなに食事を作っていたけなげなお姉さんかも。あ、人参嫌いなんですか。ダメですよ、好き嫌いしちゃ。それじゃあ、はーい、じゃあそうさせてもらいます。あれ、あー赤くなってる。お兄さんなんだから別に恥ずかしくないのに。変なの。Thank you.
ー